はい、こんにちは。画家の大塚明則です。今回は、基本的な水彩の塗り方を一つやろうと思います。背景とかの広い面積をできるだけ、色ムラなく塗る基本的な、やり方というのかな。そういったのを一つやっていこうと思います。まず、最初に気を配りたいのは、絵の具の量ですね。目いっぱい絵の具を作るのが、重要なコツの一つになります。こういった区画で分かれてると思うんですけど、もう目いっぱいここに作るつもりで作りたいところではありますね。ただ、ね、いろんなね、絵の具、混縮とかしたりするスペースでもあるんで、作ることができない時ってたまにあったりとかするんで、そういった場合は、こういった絵皿とかを使って、もう目いっぱい作ってあげられるといいと思いますね。もう余るぐらい、すごくたっぷりと作ってあげられるといいと思います。作る量、P 用紙とかぐらいのね、A4 ぐらいの大きさの絵を描くんであったら、パレットで足りるかもしれないですけど、紙にもよりますけどね、もう8号とか10号とか、ちょっと大きめの描くんだったら、もう潔く、絵皿とか使った方がいいかな。後で足りなくなってからだとね、遅いんで、前もってちゃんと準備してあげた方がいいですね。じゃあ、絵の具をちょっとね、使っていきます。で、さらに、出していこうかなと思います。あまり量多いとね、チューブから、もう絵の具を出して作った方が早いという時もあるんで、そういった時はもう、チューブから出してあげて作ってください。で、こういった水差しとかでもう水つけ足して、で、大きい筆で、もうドーンと大きい筆で、広い面積がある場合は、どんと大きい筆でやってあげるといいと思います。今回これはちょっと薄い色を塗り広げていこうと思います。はい、じゃあ、ここに塗り広げていこうと思います。で、絵の具の量をほんとたっぷり使ってください。もうボンとたっぷり筆に絵の具含ませて、もうドバッと塗る感じで、端っこはこの子までにしようかな。はい、で、もう、コツは一気に、たっぷりとした絵の具で塗り広げることになります。で、一回水染み込んだところとか、水気が少なくて紙に染み込みすぎたところって、二回目のタッチとか行くと、結構重なりが出やすいんですよね。こういった感じのように。なので、こういった、重なりがあまり、一回染み込みすぎたところの重なりとかがあまり出ないように、できるだけ少ない手数で、ドーンと塗り広げてあげたいんですよね。なので、コツの一つとして、大きい筆で、たっぷりとした量を使うっていうのが、あります。面積に見合ったね、筆を選んであげてください。この塗り広げるときにね、こうやって、筆を何回も手数が多いとね、どうしてもこういったやつとか塗りムラとかが出やすかったりはするんで、もうここら辺もすぐ出ちゃう感じなんで、この手数をできるだけ少ない手数で一気に塗り広げられるっていう工夫をしてあげられるといいかなと思います。手数を少なくと言いましたけど、これ今一色だからズバーっとできるんですけど、これがだんだん薄くしたいとか、もしくはだんだん他の色になっていくとかっていうことになったら、いろいろと手数が増えてくると思うので、そういった場合は、少し、違うテクニックが必要になるかと思います。今回は、一色を塗るということに、ちょっと重きを置いてやろうと思います。
で一回これちょっと乾燥させてますね。先ほど一色だけずらーっと塗った感じですが、今度は例えばその何かしらモチーフがあったり、こういったなんか葉っぱみたいなのとかがあったりとかね、こうやって間だけ、この鉛筆で描いた中は間は塗らないで、この外側だけ色を塗ろうとするときなんですけど、そういったときによく初心者の方とかってこういった端っことかを塗ってからね、小さい筆で端っことかを塗ってから今度は広い面積を太い筆でずらっとやろうとするんですけど、そういった場合この端っこの塗ったところと広いところの塗ったところのちょっと重なった部分が少し強く出たりとかして、ちょっとやっぱりなんか縁取ったようなムラができやすいんですよね。なのでそういったことにならないように塗ったらこの周りを攻めないでもう外側に向かって塗ってあげられるといいかなと思います。もうこうやって端っこを塗りましたら外側に向かって塗ってあげられるといいですね。で乾かないうちにその次のタッチをつなげてあげるのが少し重要なので、一回のその手数が多い時にはすぐつなげてあげると綺麗にムラなくつなげられるかなと思います。でもこのようにあまり細かいところをやると手こずるとどうしても時間かかっちゃったりとかするんですよね。なのでもう一つの方法として一回水だけを塗る範囲のところに塗ってから塗る予定のところに水だけを塗ります。でそれから絵の具をさしてあげるとその境界線がボケてくれるんで綺麗に塗り広げられるかなと思います。そんなに時間が押さないというのかな。で水だけ最初にやると思ったよりやっぱり薄い色になったりするんで、そこら辺の調整はちょっと必要だったりするけど、少しゆとりを持って作業できるかなと思います。で水が乾いてないうちは色をさしたりとかもうできるので、ボワッとできるので、ちょっと乾いちゃうと、ね、色さしたらそこだけもちろんドガッと強くなるんですけど、結構濡れてるうちは色を置いたらそれをまた広げるっていうことが結構できますので、うまく水を使ってあげられるといいと思います。最初に言ったちょっともうちょっとなんかちょっとちなみにこの最初に言った縁取りだけをやろうとかすると、例えばこうやってまずは周りだけをやってで、それから真ん中あたりを塗ろうとかってなると、
ね、ちょっと、濃淡の差が出やすい。特に、この重なった際が強くなりやすいんで、ぎゅっと縁取りみたいなことはしないで、こっちみたいに際塗ったら、そこから外側に広げたりとか、まあ、あらかじめ水を塗ってあげたりとかをしてあげるといいかなと思います。今薄い色を水で結構薄めた色を塗り広げてる感じですけど、これが濃くべったりとした感じの色を塗り広げるときは少しコツは変わるんですけど、難易度としては薄い色を塗り広げるときの方がちょっと簡単になるかな。濃い色だとね、塗り込めるんで修正が効くというか、まあ、なんとかなるというのかな、なんとかしやすいっていうのがありますね。で、濃い色もコツ、やっぱり一番のコツは最初に絵の具をたっぷり使うっていうことになると思いますね。たっぷり使って塗り広げるっていうことで、塗り広げるときに濃い色とかは結構べったりしてるから水染みみたいなのとかは出にくいんですけど、ちょっと水気の多いやつとかをボテッとやると、筆跡で最後に筆の抜けきれない水気とか水たまりみたいなものとかがポンが濃いところが部分ができやすいんですよね。あんまりそういったのが出るとそこだけやっぱり強い色が出ちゃうんで、何かで、濡れたちょっと湿った筆で拭き取ったりとか、そういった処理が必要になるかなと思います。できればね、筆に適量あって筆の中の水分というのかな、絵の具をちゃんと使い切るっていう感じでやってあげられると綺麗に塗り広げられるたりするんですけど、水の動きをよく見て塗り広げられるといいかなと思います。はい、では今回は一色だけムラなく塗るっていうのにちょっと絞って説明しました。で、実際がね、これ一色だけムラなく塗るとかって本当背景ぐらいしかなかなか使わなかったりするんで、で実際のねモチーフで何か書いてあったりとかするって逆にそのタッチが欲しいっていうのかな、複雑な筆運びとかが必要だったりするんで、全体で言うときっとそっちの方がお世話になる割合は多いでしょうね。なのであくまでも今日先ほど解説したのは本当いろんな塗り方のあくまでも一つで、他もいろいろ覚えてある意味初めて生きてくるものだったりとかするんで、いろいろとこれからもその点他の塗り方みたいなのを解説しようかなと思います。はい、では今回はこれまでになろうと思います。この動画がよろしいと思ったらチャンネル登録、いいねの方よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。